to shine like a diamond. I think I'm be someone different. I could be strong under the cards on their way home. But show you some of my secrets, baby. Gotta follow me now. When my heart starts shaking, your hands start raising, and kids elevating the magic and good. So be more demon. The show's a strategy. Returning someone I don't know. Like an eagle resting in the nest for tomorrow to come. Now you know my biggest secrets, baby. Can't you stay here now? Ah-ah. When my heart starts shaking, your head starts raising, and kids elevating the magic and good. So rewards get tuned. はい、バリカタテレビ馬う九州2019夏の陣、正式には電気クラゲのインシデント135 リミテッドエディションですね。あ、ごめん、 EL になってた。ここも変えとこう。はい、そういうことです。8月10日、明日が8月11日で馬うがあります。馬う九州夏の陣があります。そして、暑いんですけどね、ゲストの方が、寒いところからゲストが来てくれましたんで、ご紹介を。よいしょ、ちょっと待って、こっちを下に、じゃん。はい、じゃあ自己紹介をどうぞ。はい、オーバーリミット札幌って北海道から来ましたインストラクターの諸澤ハルトと申します。はい、この前ね、初めて、全日本選手権で、はい、挨拶して、お互いが挨拶してもらいの試合もして、はい、で諸澤君の試合も私見たんですけど、惜しかったですね。決勝戦かと思ったら、あれ準決勝やったんですね。準決ですね。そう、まあレフリーの人は俺も執刀権ね、何とも言えんけど、もったいなかったな。あれレフリー判定や、最後レフリー判定か。そっか、2-2の、ね、ちょっともったいなかったな。
まあだけど、まあまだ若いし、青帯で全日本でもあそこまで行けるっていうこと自体がすごいと思うんで、はい、まあ、次もまだ次出るとアジア、どこアジアは出ない、アジアをちょっと予定させていただいてるんですけど、でも10月にラスコンチのブルーデスティニーがあるんで、うん、あ、そっちの方で、そちらもちょっと、そうね、9、10でずっとあるもんね、はい、8月も多いしね、試合がね、はい、その中に、まあ、九州でも大体5月、8月、12月 と、ドゥマウが、まあ、佐賀県の木山総合体育館でやってるんですけど、はい、一番厳しい季節ですね、はい、夏、あ、どうですか、九州は。暑いですね。暑いですよ。ただでさえ、だから東京も暑かったよね。暑かったですね。ね、めっちゃ暑かったよね。まあ、その どう違うのか、東京の暑さと九州の暑さどう違うのか。あ、来てる人も今日はポロポロ言いましたね。ね、すごいね、北と南でね、はい、の会話ができるという。はい、じゃあちょっと、まあ、なんてことはないんですけど、今日その何も準備してないんで、一応放送テストとかいうのも兼ねてるんで、だけどせっかくだが来てもらったんで、まあ、ちょっと明日の話と、でだからまずはですね、そう、まずここ、ドゥマウ九州は今のところ ASJJF エジソンさんがね、やってるんですよ、アジアスポーツ充実フェデレーションね。そしてもともとは日本でやってたんですけど、それが、SJJJF ってやつね、スポーツ充実日本連盟ジャパンフェデレーションかな、とちょっとやっぱみんなややこしい意見よくわからない、それにほら JJFJ とか JBJJF とか IBJJF SJJIF、まあ、言えるだけでもすごいんやけど、それを説明するのが大変だということね、まあ、やることは充実なんですけど、ちょっとルールが違うというね、まあ、連盟が違ってルールがちょっと違うんで、まあ、それを楽しむことができるというふうに思えば、まあ、こんなに充実があるならいいなと思うんですけど、それの、ハルト君は SJJJF 村田良三さんの弟子なんですね、はい、日本だから、日本連盟の会長、そうですね、先生、日本連盟の会長さん、はい、だからそこと、まあ、村田さんと、そう、日本は村田さん、はい、アジアはエジソンさん、はい、世界は誰か知らないですけど、名前を俺覚えてないんです。ジョアオシウンバ。お、すごい。よく覚えてる。そう。というふうにこうなんかピラミッド型とかになってるのかな。はい。はい、まあ、一応世界大会もね、こっちはあるしね。SJJIF はもちろん IBJJF もあるんですけど、はい、はい。どちらの世界チャンピオンもなるといいんじゃないかなと思います。そしてなんか SJJF のせっかく来てもらったんで、なんかポスターを持ってきてくれって言ったら。はい、最近今度あるのは一番近いので8月18日大統領にここ、うん、関東選手権があります。8月の18日、ね、来週ですね。でエントリー自体は、うん、終わった、もう12日、来週の月曜日はギリギリで、月曜日ね、はい。でま、ちょっとまたエントリーの方もと結構パラパラ入ってきたりとかもしてるんで、滑り込みでまだ12日だ、はい、まあ、だから宣伝する価値あるよね。そうですね、はい、青帯の人も5人ぐらい一気にエントリー増えたりとかもしてるんで、はい、いいですね。だから割と軽量級に出ていただいたらそんなに試合は成立するんで、はい。住所がどこになった、大東リバーサルやけん、はい、最寄り駅浅草、はい、ね、住所こっち、あ、こっちか、はい、東京ですね。近くに浅草があるというのがいいよね、俺好きです。そう、なんかやっぱ8月で大会が多いけんかなりピンチだったと思うんですけど、そう、結構ね、いや、どこも大変ですよね。そしてそこで全日本もあるし、アブダビがあるし、なんか続くよね。確か今度フルフォースカップもあるし、そしてドゥマウ関西もあったろ、すごいよね。まあもちろんで11日は明日ドゥマウ九州もあるんですけど、はい、すごいね、まあ、これだけ大会が広がったということは、ね、人口が、ね、増えて、多くなったと言いたいですね。増えてもないのに大会だけ多くなったとは言いたくないんで、はい、まあ、選ぶのは、ね、出る人、まあ、もしかしたら毎週出る人もいるかもしれないし、それはもう各自の充実ライフで楽しんでほしいですね。まあ、結構ドゥマウ九州ももう何年目 ?7 年目 ?2012 年だから7年目ぐらいかな。はい、で途中から
8月が入ったのかな、もともとは5月12月だったけど8月が入って、うん、入るのかなと思ったら、まあ、8月も結構まあ200ぐらいは入ってたんで、うん、はい、まあ、それでずっと続けてるわけです。で今回はちょっとやっぱりまあいろいろ考えて2面開催にしました。でもスタッフもピシッと少量化して、はい、まあ、だけどまあ普通に始めていつもよりめちゃ早く終わりそうなんで、それはそれでいいのかなと。片付けも簡単やし、はい、だからイーソンさんは来ません。イーソンさんが来なくて大会が運営できる、まあ、最終的にもともと初めはそれを理想的にしてたんですけど、やっぱり大変じゃないですか大会って。だからやっぱりイーソンさんがいないと困る部分が相当あったけど、やっとこうね月日を重ねていくうちに各自が各自の仕事を覚えてって感じで。ただズバオ九州特殊なんですよ、特典版の iPad の BJJ ボードもうちが開発したやつなんですよね。アップルストアで売ってるんですけど、で、うん、なんかスタッフのシステムもちょっと違ってですね、やっぱりで今回夏なんでお盆前なんで旧大生がごっそり帰っちゃったという、そう自分たちの実家に帰っちゃっていつも手伝ってもらうんですけど、うん、で今回はいないけど、まあ、2面になったんでだいぶ、まあ、助かったかなと思って、はい、でキッズが多いですね、うん、ほとんど半分ぐらいはキッズですね明日だから。キッズは試合転換が早いのであっという間に終わるかもしれないという。そうで大人の人は、まあ、黒帯の試合もちゃんとありますし、脳技もちょこっとですけどあるんで、うん、その中で諸澤春人君も青帯で、はい、本当はライトフェザーだけど一応フェザーで行ったらちょうど来ましたね、はい、フェザー。そうもしいなかったらねもう一つ上のライトに上がってもらおうかなと思ったけど、まあ、ちょうど来てくれたんで。どこの子やったかな、ちょっと見てみましょうか。ウィンドキャプチャーせっかく準備したんで、これ違う、こっちだ、おっと、こうやってトランジションすると出るんですよ。で、ね、子供も多いにいいですね、結構。子供多いのはね、やっぱ将来的に、もともとそれが目的っていうか、それをしたくて、俺は、まあ、大会頑張った、うん、もう初めはやっぱマスターとかね、大人の人が多かったんですけど、今はやっぱキッズと女性とかが増えてきてるんで、そのためにまあ7年間。かったっていうことも事実ですね。だからまあそれをやってよかったということですよ、うん、それだからこそまあやっと九州も今他の大会でもね人が増え始めてるっていうかね。そうこれ大人ですね、トランジションをします。してたね、アダルトルスター、まあ中高生とかもちょっと相手がいなかったんで、もう全部アダルトに入れました、うちは。はい、大体そんな風にして鍛えてます。やっぱり東京のレベルに近づくにはやっぱもうある程度実力できたらもうアダルトの、まあ軽い、階級が軽いんで、無差別は出ないですけど、ちょっとここら辺でやれるのかっていうのを 見極めるにはちょうどいいかな。今日まあスパーしたと思うんですけど、うん、まあ健太君も海星君も、はい、もうアダルトルースターライトフェザーでやってます。西村亮君 もう中学3年かな、うんうん、あここ今日ってマーシー君ね、デビュー戦なんですけどね、うん。はい、そう、カルペディウム福岡ディスニー充実、一人優勝もありますけど、タトルも来てますね。でホワイトアダルオープンウェイトは4人、はい、で青帯アダルトライトはいませんね、オープンウェイト、あれ？あ、ここか。うわ、もう行き過ぎちゃった。はい、はい、いました。ディスティニー充実ですね、ハルト君の相手は。安則、吉弘安則選手。ちょっと自分、顔見たら思い出すかもしれないですけど、だけど、わざわざ出てきてくれたということはね、はい、ちょっと注目のカードということで、よろしくお願いします。もう明日はもう1面、2面開催なので、同時にもうカメラで、はい、ライブ放送できる、生中継できるので、ちょっとハルト君の試合があったらね、ちょっと解説しましたいなと思ってます。ありがとうございます。そうそう、で無差別はうちの翔太とやります。はい、まあ、翔太高校生です。そしてパープルはね、なかなか決まらなかったんですけど、カルペディウム福岡の山崎選手という方が出てきたんで、中原優君、はい、紫初試合かな、出てきてくれます。注目のカード。でアダルトはね、
結城大君が来てくれて、そこに高橋健人君、寝技ワールドプラス道場、これ熊本ですね、はい、これも唯一組まれたカードです。オープンも一緒かな。あ、オープンは、その高橋選手とうちの高一郎が試合します。はい、でブラック黒帯はですね、大体いつも川崎選手とあの鹿児島の生田健吾選手が大体名勝負数え歌を能技も充実も全部やっちゃうんですよ。で今回だからそれにディステリーの、代表が佐々木大樹選手が来てくれたんで、水の森になったのがちょっと新鮮かな、はい、ちょっと面白いなと思って。でまあだけど無差別は2人ね、はい、あとはもうマスター1マスター2マスター3とね、はい、います。オープンウェイト、うん、で女子もちょっと少ないけど、はい、うちの池田香音選手と浜田浅美選手ですね、寝技ワールド相撲長門から山口から来てくれます。へえ、はい、結構高そうですね。そうでうちのあのブドウエリさんね、あのマスタージャパンのいつもバリカタテレビ一緒にやってるは、マスター1の方に降りて、ディスティニー・ジューディスの鳥田エリさんと戦います。注目カード、はい、今のところこんな感じで、キッズパッといきましょうか。キッズは多いですね、だけどかなりガッとまとまりましたね。トーナメント表はね、あの各自ホームページで見てください、出すの大変なんで、はい、はい、大体もう子供結構多いです、多いです、もう100人は超えてるんで、うん、はい、うん、もうすごいですよ、これ子供でこんな1、2、3、4、5、6、7、8、10試合近くのトーナメントで、うん、もう3試合はしなきゃいけないんで結構ハードだと思うんですけど、はい、これで優勝したらね、それはね大分上がりますよ。はい、キッズはね楽しいですね。そうか、北海道はどう、まだキッズは北海道全然 やっと前回成立したね、ちょっと成立した。あ、じゃあもう 今から、まあ、まだまだ今からって感じですね。うちも今年からキッズからストーリー入れたんで、はい、まあ、やっと20人ぐらいになって、20人もいきなりすごいな、はいはい、まあ、だけどお母さんとかがねやりようとか、ね、で子供をね、はい、入れたりするんで、はい、大抵どっと増えるんじゃないですかね、はい、そうこんな感じ、はい、すごいですね、まあ、こんな感じでちょっと、はい、ウィンドウキャプチャーしました。じゃん、まあ、あとはどうでしょう、まあ、どうですか、あ、まずはじゃあ感想やね。まず九州に来て初めて来た、初めて飛行機乗って北海道から来て、福岡空港で降りて地下鉄に乗って、そうそう、博多駅から、はい、木山 JR 木山、そうそう、うん、うまく乗り継ぎました。大丈夫やった。大丈夫です。大丈夫でしょ。東京より全然ね、ごちゃごちゃして、分かりやすい、シンプルですよね。はい、分かりやすいです、うん。で、今日は久留米に泊まると。久留米たらね、もう先やけんね。今日は久留米でいいけど、ね、大体帰るときみんな博多駅なんだけど、また久留米に戻るという。まあ久留米は久留米で楽しめると思いますけど、はい。何が食べたいですか。なんか教えてくださいって言ったけど。いや、肉とかやっぱ好き。肉。なんか久留米の美味しいお店とかあったら教えてやってください。あの明日会場でね、久留米から、そうカルベリウム久留米の人たちも来ると思うんで、ちょっと聞きます。あの小賀玄也君とか来るのかな、あアーシーか、アーシーが来ると思うんで、レフリーでちょっと聞いてみますね、はい、肉ジンギスカンじゃなくて北海道ですね。そうやろ。そうか、まだそうか、19だからお酒は飲めないんで、とりあえず、はい、肉っていうやつですね。まあ、また今度来たらね、博多の方で、はい、あとは何か質問があったらどうぞ。全体的に子供と大人合わせて、うん、全部で70じゃなく一面70ぐらいですね。あ、じゃあ140ぐらいですね、うん、そうなんですよね。あの後半ちょっと逆に減って上がるかなと思ったらちょっと減っちゃったんですよ。あのワンマッチに一人ばっかりこうなんかな、マスターで、ね、カテゴリーが多いから、それで、まあ、キャンセルしたり、あと12月にスライドできるじゃないですか、ルマウテ、そっちの方にもスライドしちゃった人がいて、まあ、あとなんかちょっと諸事情で来れなくなったり、まあ、怪我もあるしって感じで、あ、そうです、怪我がいましたね、うちもちょっと怪我の人がいて、もうで12月にスライドしましたね。前もって分かればですね、それができるので、まあ、もちろん1人優勝で
あのね、メダルもらってもいいし、まあ、キャンセルも聞きますというやつですね。そう、連絡がないと一番困るっちゃね、あの何回も呼び出しても来なくてね、どうすればいいのかってね、やっぱギリギリまで待ちますからね。そう、だからそういうのも心配で、うん、夕方の方がまた涼しいですね。なんか昼間はめっちゃ暑かったけど、はい、作業が大変なんですよあとは何だろう、ちょっと待って、多い時でどのぐらいの試合数になるのかなと。一番多くて400人ぐらいの時期があったね、うん、一番のピークは。その時はね、4面開催とかかな、うん、多分大体100試合100試合かな、全部なんか90、うん、その時はすごかったね。だからその時は逆に思ったら本当大変やったねあのやっぱ東京とか名古屋とかそういう大きいところじゃないのに、うん、やっぱ九州っていう、まあ、九州はその時大会がやっぱ福岡でしかなくできなかったんで、まあ、今もそんなに大抵福岡が中心ですよ、まあ、ここみんな福岡と思ってるけど、ここ佐賀県なんですけど、まあ、福岡の隣の、だけど交通の便がいいんですよ、あの九州 の地図って分かります、うん、で鳥栖っていうね、ちょうど九州のこう十字架にしてちょっと上の方に鳥栖ジャンクションっていうのがあって、ここがバイパスっていうか、その心臓から血液が流れるように車で九州全部高速道路つながってるんですよね。そうだから、そこを起点に福岡でも長崎でも、もちろんまっすぐ下に降りたら鹿児島、大体4時間ぐらいで行くので、その、まあ、飛行機とかでも行けるし JR でも行けるんだけど、一番安い状態で行くならその日のうちの朝の何時にしようか、ね、4時出発とかして、みんなでガーって来て、で木山でして、試合終わったらまたみんなでガーって帰るというね、もう日帰りができるという九州は。で九州中の充実家が集まってるんで、やっぱそれでそれぐらいの人数になってたんでしょうね。でその時はね、あんまりキッズもなかったんで、うん、その時のだからパワーはすごかったですね、うん、場所は本当にみんなやっぱいいって言ってくれるんで、はい、分かりやすいし、そうですね。まあだけどちょっと、まあ福岡の方の進出とかも考えてはいるんですけど、まあ、今回、宣伝が1個あって、ポスターごめん、ハルト君、中井先生のポスターを持ってきてくれませんか。 あそこちょっと、あ、そうね、あと12月のドゥマウのポスターを1枚持ってきてもらえれば。そうなんです、今年ですね、パラエストラ中川が10周年記念で、なんか特別企画をやろうと思って、まあ、もちろんそのなら中井先生だろうと、で中井先生にお願いして、日にちがなかなかちょっと合わなかったんですよね。ちょうど8月で10周年なんですよね。もうだから10周年超えちゃったんですけど、どうとかできないかなと。あ、ありがとう。で10月の6日に決定しました。はい、ありがとう。そうです、10月の6日に決定しました、タイトルは、10周年特別企画中井祐希格闘技セミナー。ずっと格闘技セミナーっていうタイトルで3回までやってたんですよね。で今回4回目になるのっていうのと、あと、まあ、中井先生の出した、著書がベストセラーなんで、その新バイタル充実セミナー&練習会という名目で、やります。で今までは年だったんですけど、今回はちょっと福岡県の春日市っていうところで、やります。で交通の便はどうだろう、あ、まあ、歩いて何秒じゃないんですけど、まあ、一応バスも JR もあって、バスに乗れればもうそこがちょうどなんかロータリーっていうか、バスが循環するとこなのですぐ来れますし、まあ、もちろん車でも駐車場はいっぱいあるので行けます。春日市ってピンとくる人って大体福岡県の人ぐらいなのかな。だけど中川市の隣でもあるんですよね。で俺は春日市はもういい場所だとは思ってるんで、まあ、もちろんここパラナカが、そのスポーツ総合センターを借りて、なんかな、練習もやってる場所なんで、それでまあ借りやすかったっていうのもあるんですけど、ここバリカタジャムを1回やった場所って言って、ね、分かる人もいると思うんですけどね、結構綺麗な深層回転した綺麗なスポーツセンターです。そこでの柔道場でやります。
はい、10月6日です。予約もスタートしてますので、もしよかったら、はい、来てください。練習会もあります。終わった後練習会、セミナー約3時間ぐらいのセミナーで行きます。まあ、中井先生、なかなか九州に、ね、来る機会ないので、この機会に中井先生と会ってください。そして12月、もう大体恒例ですね。第2週目といったら、ルマウ九州国際オープン選手権ってやって、やっぱ12月が一番多いですね、九州は。はい、で、まあ、これもうエントリー始まったので、まあ、もしよかったら早めに、安いうちにどうぞっていう感じで、はい、こういう、これは ASJJF。はい、これが今年最後の大会ですね。で、来年早々、今考えていること、まあ、ちょこっと言うと、まあ、その村田亮さんがこの前、まあ、福岡に来てくれまして、まあ、ちょっと話はしたんですけど、まあ、もしかしたら大会をちょっと一緒にコラボしてやろうかということで、はい、まあ、そういうのもあって、まあ、春人君もちょっと、ね、来てくれたんですけど、まあ、だけどほら重なると良くないので、うん、まあ、うまいバランスのもとで取らなきゃいけないという、一応2月開催を予定しております。はい、これは SJJJF かな、今のところはそれでいくつもりです。で、まあ、近々はっきりしましたらドーンとね、もう告知して、まあ、12月の後なんで来年の話ですけどね、まあ、だけどこれはこれでどうなるのかなという自分も、うん、まあ、未来とかね、将来を考えて、まあ、お互いに同じドゥマウルールなんで、いい相乗効果を生むし、まあ、宣伝をガンガン打てば、ね、いいのかなと思ってるんで、まあ、面白い試みじゃないのかな。はい、まあ、まだいろいろあるんですけどね、はい、まだ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 分からない、うん、そう、みんなの前で出せない状態があって、はい、まあ、どんな感じだろうと、はい、だけど、まあ、朗報ですね、うん、面白いんじゃないですかね、まあ、そこを春日でやろうと、まあ、そこまでかな、言えるのは今のところ。春日スポーツセンター、 いい場所ですよちゃんと冷暖房も効いてるし、はい、まあ、ASJJF は、まあ、とりあえず木山でやって、で SJJJF は春日でやると、まあ、場所はまたどうなるか分かりませんけど、とりあえず今のところはここまでは情報として話せますって感じで、まあ、明日直接心配だったら私に聞きに来てください地元の人なら全然問題ないです。お、いいね、もう30分です。じゃあ春人君、充実を始めたきっかけは。僕はクロングレイシーを中学校 3年生の時に、はい、たまたま格闘技興味なかったんですけど、テレビでやってて、山本アーセンとの試合で三角締めで決めて、あ、すげえと、で充実すると強くなるのかなみたいな。そうですね、あ、それが初めての。 そうですね、そしてじゃあ、まあ、それが北海道よね、はい、でなんかこう探したホームページかなんか。そうです、ネットでブラジルアン柔できるとこないのかなと、はい、そうです、調べましたね。そしたらどこがヒット、いきなりもう終わりと。そうです、そうです。他のとこパラエストラとかあるけど、他のとこはまだ距離的な問題もあったかもしれない。やっぱなんか自分で言うのもあれなんですけど、うん、ホームページがやっぱあって、うん、ちゃんと見やすいっていうのもあったんで、やっぱパッと見て、これだとスケジュールあって、うんうんうん、そうですね、はい、じゃあ行ってみようと、体験してみようと。そして体験して、まあ、初めてよね、出したのね、はい、そのベースとなるものというか、スポーツかなんか別のことやってました。自分は野球、あ、野球やってたんだ。野球やってたら足腰強そうだね、はい、でじゃあそしてその時、じゃあ両先生で、じゃあよろしくって言ってスパしたんよね、はい、そしたらやっぱりすごかった。やばかったですね。やばかった一発目で巴投げがやされて、巴投げ素人がこう突っ込んでいたけどね、はい、まあ、優しく下ろしてもらったんですけど、うんうん、ピューッと出て、一発目はもう巴投げですね。でそれでもうやろうと。そうですね、やられるのは楽しかったですね。なんでやられたか分からなかったから。じゃあ中3終わりですね。14高校入る前、16か16、今19やろ、また3年ぐらい。そうですね、うわすご
いいね、早めに気づいてよかったね。でも今高校は行ってない、高校行ってない、行ってない、イゴールと一緒じゃん。それはちょっとある意味ちゃんと覚悟決めてやらんとね。呪術だけで両先生にお世話になって、はい、だけど いいとこ行ったですね、うん、可愛がられてるみたいで、はい、毎日 2,3 回は怒られるかな。いや 2,3 回ぐらいで済んでよかったじゃない。ひどい時はもう夜中まで呪術説教。いやいいのか、言って言ってよか、ピーが機会の 生放送だから、そういう経験があるからやっぱり、まあ、それをだから素直に受け止められるけんいいよね、はい、でもいろんなことをやっぱ怒ってくださるって、やっぱ怒れる人ってやっぱそんな少ないと思うんで、そうですね、教えてくださるのすごい嬉しいですね、まあ、うん、まあ、怒ってくれる人は貴重でしょう、はい、今の時代、はいはい、怒らなかったら逆に見放されたと思ってください。ちょっとやばいです、ね、やばい、うん、いやでずっとねやっぱこの前も全日本もそうやしね、はい、やっぱりいろんな大きい大会にね出てるんで、それで経験積んで、ね、北海道じゃ負けなしって聞いてるんで、ね、だけどやっぱまあね、世界は広いよね。広いっす、はい。まあ明日は九州で猛威を振るってください。そう、農技はしないの？いや、農技は普通にする。1、2回練習、最近まだ全然試合とかも出てみたいですね、うんうん。まあ、今日ほらみんな会場準備した後みんなねちょっと練習して帰ったけど、はい、どうでした？うちの、まあね、中高生もいたし、まあ、ケンシ君もいたと思うんですけど、いや山下さん強かった、ね、強かった。であと子供のもなんかベリンボロとか仕掛けてきたりとか、あ人によってはもうパスガードとかすごいやってきたりとか、はい、すごい動きいいかったですね、うん、上手ですよね、まあそうですね、まあ、頑張って練習してる子たちなんで、はい、もうね、頑張ってもっともっと強くなってほしいですね。だからまあそこに春人君が来てくれると、まあ、明日体験してくれる高校生の翔太君とかも、はい、ちょっと目の色を変えてまた練習してくれるんじゃないかなと思って、はい、うん、そう、高校生ん、高校生3年って言ったら、2年って言ったら何歳？ 17 か、まだ17か、まあ、2年の、ね、あれがあるけど、キャリアだけど下手すると向こうの方が長いもんね。長いっすね。小学生からやるようけんね。そうだからまあ年が近いだけにね、まあいいなんかな、目標にしてほしいですね、ハルト君。ありがとうございます。まあ、そんな感じですね。明日はですね、もうこのまま、まあ、タイムスケジュールを言うと、スタッフは8時集合なんですけど、もうここにね、もう8時半からこう、開場します。そして9時ぐらいまでは準備運動ここで使っていいよっていう感じでして、そして9時何分だろう、10分ぐらいからもう開会式準備ですね。いや準備というか、うん、20分にはもうスタート開会宣言かな、うん、して大抵20分過ぎにはもう試合はスタートすると思います。だからその時間に始まったら大抵明日は70試合ぐらいなんで、もう順調にいくともうイズノさんはもう2時半ぐらいに終わるんじゃないかと言ってましたね。だから俺は、まあ、休憩入れてね、まあ、あれだから3時半ぐらいかなとは思ってます。でそこからまあ撤収すると、まあ、5時には帰れるかという、ね、流れだから今を九州市場最速の大会になると思います、はい、だけどまあ片付けも大変ですけどね、はい、もう足が棒のようになっちゃう。そう、まあ、人が増えると増えるだけね、もちろん遅くなっちゃうけど、まあ、こういう夏だからいいのかなと思ってます、はい、それがまだ次の大会につながれば12月、まあ、10月もそうですけど、うん、あ、その前にアジアもあるね。そっか、これアジア息子さんでやれる、あ、出ると思います。どっちも出るんじゃないかな、はい、まあ、今回全日本ちょっとね負けちゃったんで、ちょっとアジアは頑張ってほしいですね、うん、はい、ずっとね、今まであれだったんで、まあ、本人たちがやるしかないでしょ。まだ若いし、はい、そのうち、ね、チャンスがあったらね、スパーできればいいですよね。はい、だからそうか、北海道と、ね、横浜と九州だもんね。すごいね、結構充実してね。だけど充実だけでこうやってね、会ったり、つながったりできるんで。はい、そう、あ、そう、だから、ハルト君に、そう、これ宣伝やけどね、すごい、これ、もうこれですか、ラーメンとって、そう、これ食べたことないでしょ、ね、ぜひ明日ダブル優勝して取ってください。あの
竹林豚骨ラーメン大橋店さんから、明日これまた、10名分はとりあえず用意してます。あの食べてみたいという人はぜひあのハッスルプレイしてください。あの普通にブースでも売ってます。あの、はい、お安くして売ってますので、お土産とかにしてあの持って帰ってください。めっちゃ美味しいです。はい、ありがとう。で、あとこれもクマモン、クマモン起き上がりこぼし、クマモン、これ懐かしい、あの赤ちゃんとかあやす時の。これも明日いい試合をした人に1人、阿蘇一番屋さんからの商品としてあります。これもまあ売ってます。ありがとうございます。そしてあとはですね、あの福岡勇さんとか、ブドウビデルジャパンさんからあの商品出てますんで、まあ、そこからまた頑張った人とか優勝した人にあげると思います。であとすごいのがバーアークショーといって、あの電気クラゲのインシデントに出演したあのバーテンダーの方がいるんですけど、俳優さんがね、そこのバーからなんとシャンパンを1本、本当は2本本当は2本もらったんですけど、今回は1本で、12月にもう1本出そうと思って、分けて盛り上げるためにそう、それまではちゃんと保存しとかねえかんけど、はい、シャンパンっていうのはすごいでしょ。あの F1 じゃないけど、優勝した人がその場で抜くかもしれないというあれもあるけど、はい、掃除はしてもらって帰りますけどね。はい、あとはそう、あと道着もすごい、あのドゥマウガさんがまた、あの、また9000円台で道着出てますね。あの数に限りがあります。あとなんかすごい中国産とかの道着、一品物の道着とかが来てるので、これ見てもらったらかっこいいんですよ、見た目より。あ、見た目がかっこいいんですよ。だからこれ結構好きな人は好きだと思うんで、もう見つけて気に入ったら即買いした方がいいですよ。あの一品物なんで。あとラッシュガードとかもキッズのがいっぱい多く置いてあるんでいいですよ。コンバットパンツ、それにブドウビデオジャパンさんの、DVD ブルーレイ、ラッシュガードとかグッズがあって、そして毎回参加してくれてる福岡勇さんもドーンとブース出しますんで、はい、明日あそこのブースが賑わってくれること、ただ暑いんでね、はい、一応大型扇風機も用意してます。はい、各自あの熱中症対策を、水分補給をしっかりやってください。はい、ちょうど暑い時間帯やけんね、あの気をつけてください。一応あの救急は勝田整骨院さんが来てくれます。毎年最近はずっと糸島の方から来てくれますので、よろしくお願いします。あとカメラマンはよっくん工房さん、はい、あのいい絵を撮ってくれますので、先週のいい表情をね撮ってくれますんで、ぜひ皆さんカメラ目線でやってください、はい、あと表彰台でメダルをもらってくださいっていうことかな。まあ、何が起こるか分かりませんけど、まあ、事故だけは気をつけて、あの大会終わりたいと思います。で生中継明日、まあ、9時からもうこういう感じで、あ、見せよう、一応準備、今全部は終わってないんですけど、準備したところまで見ましょうか。じゃん、やっぱ会場広い、いいっすよね。いい、これ天井が高いもんね。そうですね、あとやっぱお客さんが試合を見やすいと思うんですよね。そう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 、こういう風にやるとすごいいいですよ、ね、3面まではいいっちゃうけど、4面とかになると L 字になっちゃって角地が生まれるというね、ちょっとなんかいろいろ場所作りってね大変なんですよ、はい、全日本もねこの前6面になって、ちょっとやっぱ角っ、ね、3面がちょっとねなんか見るのがねちょっと大変やったなと思って、ね、これ1マット明日のいいでしょ、うん、雰囲気ね。でカメラもいっぱい余ってるんで、とりあえず1マットの B、 これ B かな、これ B、 ちょっとまああんまり変わってないけどね、まあこういう贅沢もできるという。そして2マットね、次2マットいきましょうか。2マットはまあ2面しかね、カメラの具合でちょっと明るさが違いますけどね、こんな白っぽくなっちゃってるけど、こういう感じで見られます明日は。はい、だからあリンクを貼っとかねえかいだね、あのFacebook とか Twitter やってる人は私の、井出智弘のリンクを探してもらえれば、なんかな、YouTube で見れるというやつですね。はい、これ、そうか、みんなが見れるようにね、ちょっとあのリンクをね、分かりやすいようにしなきゃいけないですね。そう、探してるけど見えないって困るやろうし、ね、遠くからみんな見てくれてる人もいると思うんで、はい。こんな感じかな。
そう、これで実況しながら試合を。そうですね、ずっと俺ここには入れないんで、ね、大抵、はい、代わりに妄想おじさんが代わりにいてくれたりすると思うけど、あの写真撮ってくれた、あ、そうです、あの人は違う、あの人は誰だ、あの人は太田君だあの人はね、あの放送ブースの人で、あの、はい、あの方ですね、妄想おじさんは、はい、明日、磯さんいないんで、あの妄想おじさんがこう、いろいろあのなんか団体優勝とかのポイント計算とかであのちょっと活躍するんですよ、はい、じゃ来年はここで城戸先生と井出さんが試合の実況をしながら、いや本当はしたいんやけど、ちょっと表彰式とか始まると俺抜けちゃったりするんで、はい、だからあの下手すると無人の状態であのずっと進んでいく可能性があるので、よし戻しますね、よいしょ、はい、こんな感じ、43分ちょうどいい時間になってきました、よっしゃ、うん、そんな感じ、ドゥマウ九州8月10日、夏の陣ということで、今日は前夜祭をお送りいたしました。バリカタ TV、 明日は、8月11日本番ってやつですかね、はい、やりますので136回かな、明日はまずね、一番心配なのが朝起きて、パソコン立ち上げてちゃんとつながるかっていうのが自分にとってのまずは、うん、朝一の、うん、それでつながらないともう大変なことになっちゃうんで、はい、ちょっとその時その時のね、今もちょっとこうドロップしてかなりあの落ちてますもんね、負荷がかかりすぎて、これが心配なんですよ。であと暑さがあるじゃないですか、熱でパソコンがぶっ壊れるんじゃないかという、ね、心配もあるんで、はい、できれば雨降ってほしいなと思いますけど、はい、まあ、だけど明日も暑いでしょう、まあ、台風はどうなったんですかね、わからないですけど、イバンは飛行機に乗れるのかとかね、なんかいろいろな心配をしながら、結構結婚になってますよね、沖縄からは。あ、本当、あ、そうです。だからイバンさんが来れなかったらこれは大変だ、うん、そうだって試合もあるしね、うん、西本君の試合相手なんで、よし、じゃあそういうことでちょっと早いですけど、もうちょっとエンディングをかけて、あれしましょうか。いいですか。あ、どうぞ。11月の24日に、はい、うちのスポーツ柔術日本連盟の方で、うん、まあ、全日本選手権を、それもあのタイトルリバーサイド。ちょっと場所、まあ、僕ちょっと把握してないの。ごめんなさい。はい、でもまた後で怒られるかもしれないですけど。明日でもまたもう一回。そうですね、はい。分かったらはっきり言います。でも今回パラとかも。パラ柔術を企画、はい、まだちょっと今話し中ね。話し中なんですけど。うん、はい、はい、分かります。まあ、どんどん樋口さんね。はい。まあ、まあできればいいですよね、はい、はい、そのマスターとかもアダルトもそうです、からもキッズも対戦相手がね、うん、いれば大丈夫だと思うんで、はい、じゃあ11月 ね、 そうですね、全日本 SJJJF の全日本大会がありますので、ぜひ場所は明日ちゃんと、まあ、もちろんホームページに載ってるはずなんで、はい、そんな感じです。じゃあ、エンディングを迎えて、あ、調子戻った、何かあったらコメントしてくださいね。もう遅いけど。タイトーリバーサイドです。はい、タイトーリバーサイド。ああ、よかった。教えてもらったね、今ね。はい、じゃあエンディングいきまーす。今度はバリカタっていうね、やつ。いきますよ。お、涼しくなってきた。風が来たよ。
はい、そんな感じで、あのオープニングもエンディングもフルにね、あの時間がないときは途中でカットされるっちゃけど、今日みたいにフルで流すときはいいと思います。面白い PV ですね。あのラーメン食べたくなったでしょ。久留米、美味しいラーメン屋さんはねいっぱいあると思うんですけどね、うん、まあ明日はまあ博多に行けるなら行きましょう。せっかく早く終わるんで、はい、よしよし。あ、なんかメッセージ来てるから、なんか最後にありますか、明日の抱負なり今後の抱負なり。そうっす、まあ、個人的には11月に世界大会があるんで、うんうん、そこの優勝を目指して、うん、お、明日もしっかり勝って世界大会行く、行きますね、SJJIF、はい、お、すごい、ちょっと青帯で優勝してきてよ。一気にワールドチャンピオンになって目指します。はい、目指してください。まあいいですね。スケジュールがどこに載ってるかって、あのドゥマウのホームページの普通にトーナメント表のとこにタイムスケジュール載ってるはずなんですけど、ね、俺のところにも大体俺はコピペしてるんですけど、大体大会のスケジュールは大会のホームページに載ってますので、はい、あのすいません、もしあれだったらもう一回また今日貼りますので、スタートはね9時か9時20分ですよ。確かタイムスケジュールあったよね。ちょっと見せましょうか。ごめんね、せっかく。いや今ちょっとあの直接メッセージが来たんでどこにあるかわからないという、こうしてウィンドウキャプチャーしますよ。ほら、ウィンドウキャプチャーして、アダルトだから、ドマウのホームページのトーナメント表とかエントリーのところがあるんですよ。そこをですね、こうしてここかな、もうエントリーに行く前のあれで、あれキッズだけしか載ってないじゃないかなこれ。あ、エリソンさんミスっと、そうキッズの方を見てください。キッズの方、エリソン先生、うん、あのアダルトの全部同じの貼ればいいんですけど、大体キッズだけでなってますね。すいません、これはちょっとうちのミスですね。出雲さんのミス、出雲さんのミスということにしてみましょう。だって俺の Facebook とか、ドゥマウ九州のには全部俺これコピペしてますもん。確か自分のあれでもやってるはずなんで、本当だから、すいません、今出雲さんね、あそこやんね、中国なんですよ ね、 中国行ってるんですよ。なんかオリンピックみたいなのに行ってますよ。で、あ、そう、俺忘れとった、エジソンさん結婚しましたって書いておくけど、嘘、結婚しとったよ、ね、結婚しますね。あれ何回な、いやよくなんか子供何人いるんですかって聞いたら、うん、サッカーチームで、まあ、だいたい親父ギャグですけど、まあ世界中にいるよとかね、はい、何回ですかね。今度あの忙しすぎてね、そういう冗談も聞く暇がないんですけど、たまたまなのか本当なのかはちょっと、まあ、どっちみちあの橋本金也さんが情報を流してくれるでしょう。あ、こうキッズにあります、ここで、9時30分スタートだ、スタートというか、うん、1試合目から10試合は9時半には来てくれということですね。今度2面なんで、もう本当に普通の試合形式のように呼ばれると思います、まあ、前みたいにキッズだけをダーッと呼ぶんじゃなくて、はい、だからここのところを気をつけてください。こんな感じです。だから これを貼って送ってやればいいんだ、彼に、ちょっと待ってね、もういいや、もうここで番組中にあの質問に答えてメッセージしてあげるという、ね、この親切な。すごいちゃんと花火がすごいです、うん、初め雷かと思ったけど、盆踊りなんですか。いや盆踊りじゃない、なんかそういう毎年有名な地方が、ちょっと帰りに見て、いやめっちゃ渋滞と思う。あ、だ電車やけんいいかな、すごい混雑しとるかもしれんね。パソコンの動きが遅いです、あのいろいろつなげてるんで、コピペしたけど送れないです。いいっす、もう固まりそうなんで、もう無駄な無理なことはしないです。
はい、ありがとうございます。ありがとうございます。あの番組の終わりにあの、はい、エイソンさんのミスを見つけてくれてありがとうございますエイソンさんもう一個ピースしそうだったけどね、忘れたけど、はい、一応それもメールはしとかないかな。はい、ありがとうございます。じゃあ明日また9時、朝9時に会いましょう。大会自体はもう8時半から会場が開きますので、お早めに来てください、はい、スタッフは8時集合、はい、あ、そう、ポスターを12月のポスターと10月の中井先生のセミナーのポスターいっぱい捨てますので、もしよかったらもうどんどんご自由にお持ち帰りください。大丈夫です。でブース販売もありますので、こういう時にあの安いものを買って、あのまた練習に使ってください。よろしくお願いします。それでは春人君、はい、こんな感じで、はいはい、終わりたいと思います。ではさよなら。あ、そうか、ラスコン。ラスコン、あ、スポンサーなんだ。そうなんです、はい、もっとラスコンの宣伝するよかったね。ヘニーさんね、はい、お疲れ様です。じゃあまた明日会いましょう。